第3章変なことがあるやすよ親分新しい橋の欄干にもたれたまま八五郎はささやきました変なことさっき親分に呼ばれた時履き物が見つからねえと言ったでしょうそんなことを言ったようだな揚げしおで寄ったようなものを履いて歩くから犬に持ってがるんだよ履き物はありましたよこの通り八五郎は足踏みをしてみせるのです 弁慶の大な刀みなてえじゃねえか。こらは無事でしたが、拝まれて動けなかったんで、足の向こうの汚染に拝まれたんだろう。あの子に拝まれりゃ本望だが、足を拝んだのは、親父の大野助ですよ。お勝手に体を隠してそーっと拝んだのはどういうわけでしょう。さあ、そいつはわからねえが、せがれの紋三郎は、親孝行で評判者だったというじゃねえか。 近所の息子たちを並行させていましたよ。餅屋の紋三郎を見るとね、わしのおばさんなんかも時々そんなことを言いましたよ。考えてみると、褒めんになるのもよしあしですね。ノーゼド。遊びや道楽はともかく、あんまり評判が良くなると大きなくしゃみもできねえ。褒めの言いそうなこった。だが、高校門で評判の紋三郎の親がそっとかっぴきを拝むというのはただごとじゃねえ。 おめえは幸い橋向こうのお染とは仲がいいようだちょいと行って聞いてみねえか何を聞くんで紋三郎は本当に親孝行をするのかそれとも孝行は付け焼き場なのか朝夕見張っているお染は何か知ってるに違いえねえやってんやしょあの娘は離もんでちょいと扱いにくいが女の子を口説くのはお手のもんじゃねえか鉛の熱湯にも及ぶめえもっともできた試しはねえようだが えなんすかっちなことだよ八五郎はその足ですぐ向こう側の茶店に入って行きましたいらっしゃいあら八親分一人で一人で悪かったなおせんは店先に猫の子を抱いておりました幸い店も暇らしく母親は奥の部屋でこたつに入って夜昼構わぬ夢を見ている様子ですだって 橋の上で銭形の親分と話していたじゃありませんかお染が立ち上がると猫の子は心得たように縁台を飛び石に母親のこたつへ飛び込んだ様子です少し聞きてえことがあるんだよおめえと俺と差しでまあうれしいねそう言ってくださるのを3年後しまっていましたよ こう見えてもしとるもんだよ三年越しというけれどおめえは三年もめえからモンザブローに夢中だったじゃねえか隠すな隠すな調べは届いてろ八五郎は腰なるじってをぐいっと回しましたもっとも尻の方に使えて縁台へ腰を下ろせなかったせいもあるのですが第四章そう言われると一言もないけれど気が変わったのか 悔しいけれどあの人に夢中になったのは島田屋のお関さんですもの八五郎の巧みな調子に引き出されておせんはついこう打ち明けてしまいましたおせんを嫁にするためには一軒の店を持って二三百両の金をこさえなきゃあのおじの金右衛門が承知しねえよそれくらいのお金はもうできたかもしれません何しろケチなことと言ったらおせんは 酸っぱい顔をしてみせるのです。本当かい？それ朝から晩まで睨んでいるんです。もの三度のものは何を食べているか、殺されたお染ちゃんが腹を減らして泣き込むことだってあるんです。もの。男のケチなのは捨てるものね。女の浮気なのだって。使い物にならねえとよ。あれ、変なことを言う。おかっぴきね。わかるな。話はそれからどうした？ あの父親の大野助さんだって元は武家だと言うけれど手足が不自由でろれが少し怪しいから今じゃせがれの言いなり放題さあんなにまで苦労して貯めて何百両と積んでお関さんをもらいたいと言うんだから愛想もこそも突き当てるよちょいっといい男のくせにしやがって何という根性だろうそこへ行くと少し男っぷりは悪いが この八五郎なんか気が大きくって親孝行で自慢じゃねえけれど銭の百も持っちゃいねえあきれたよこの人は推しの一手で口説くつもりねおぼし飯があるなら奥のおっ母に聞いてごらんよ娘をやる気があるかないかおめえには負けたよ娘欲しさにしわくちゃばあさんまで口説くてはねえよだから諦めなさいよ眺めるだけなら気度はいらない 腹の減った時は時々眺めに来るよところであの父親が十両のへそくりを泥棒にやられたというがそんな金を持っていたのが本当か八五郎はようやく本題に入りました今朝からの騒ぎで私も初めて知りましたよせがれに取り上げられるんで一生懸命の知恵を絞って十両のへそくりを隠しておいたんでしょう何十年となくしまい込んだものでしょうよ よくまあネズミにもカエルににもも化けずにもう一つモンザブ三郎は今までに五十や百の金は貯めてるはずだそれを取られたということを聞かなかったかそれはもうあの人のことですもの飲み込んじゃいけねえどこへ置いたんだ私もよくは知らないけれど貯まった金は手堅い問屋へ預けておくんだと言いますよ利息は安いけれど 相手が大でつぶれっ子はないからと、とあたに教えてくれたことがあります。なるほどそういう手もあるわけだな。貧乏人の八五郎は金が利子を産むことなどはこの世のこととも思っていなかったのです。そこでお染ちゃん殺しは分かって早くなんとかしてくれないと足向こうのことだから私も気味が悪い。おせんもさすがに肩を抱いて身をすくませるのです。 第5章餅屋の店に戻った平次は店の縁台の上に紋三郎と相対しました餅屋の亭主とは言っても二十三支の若盛りでなかなかのいい男です武家の出らしい匂いはありませんが言葉の節々に折り目正しいところがあって大胆も見事でした泥棒は何か置いていかなかったのか 平時の三郎は,はしばらく返事に困った様子で黙ってしまいました盗みに入ったうちへ起き上がり拳を置いてくる泥棒があるんだがさようなことはございません小さい起き上がり拳だよ親指ほどもね朱の衣を着ただるまでガラガラせんべいの中に入っているような一向気がつきませんがこのうちにだけ 起き上がりこぼしを置いていかないということはいろいろの意味がありますクセモノは三元とも同じものならこの持ち屋だけ何か得意な条件があったのかあるいはクセモノは島田屋と鳴宮とこの持ち屋と三人全く違っているのかそれともあるいはこれは本当に万に一つもないことのようですがこの持ち屋の主人の門座風呂が くせ者でないとも限らないわけです平次はこの店の調べを一段落にともかく引き上げようとしましたと送り出した邸主のボンザブローは何か言いにくそうにもじもじしているのですまだ何か用事があるのかあの誠に申しかねますが親父が取られたという重量は戻ってまいりますでしょうか私どもにしては重量は大金でございます 隠しておいたのは前の家を畳んだ時の残りで親の代にこしらえた金に違いありませんが今となってはへそくりにしておいたのは悪かった泥棒の手から戻ったら家業の足しにでもするようにと親父も申しますモンザブ三郎は立派な顔を押し拭いもせずもみ出などをしながらぬけぬけとこんなことを言うのです「そいつは難しいぜ泥棒に取られたものはよく戻るが 金は戻りにくいもんだでも銭形の親分のお力でなんとかなればせめて半分はお礼に差し上げますが何を言うんだおっぴきはいちいち礼をもらって御用が務まるもんかじゃあこうしようじゃねえかへ,へ,へ一旦おめえさんが狙った金だ出たらみんな隠居に刑せと言っても気が済むめもし俺がめっけたとしたらせめて半分だけでも隠居の大之助さんにいしちゃどうだ ええ、隠居の大野助さんはかえそうに毎日のタバコ銭にも困っているというじゃねえかみんな驚いたよ武家の出だというのにおめえさんはまた大層な締まる屋なんだってね六十を越したかけがえのねえ父親だせめて三度のものだけでも存分に食わしてやるがいいタバコだって一日に五問目玉一つやれやケツから煙が出るぜ平次がこんな激しいことを言うのは珍しいことでした こうままでくし立てられても十両の金が出るかもしれないはかない望みに鼓舞されてモンザブ三郎の耳にはろくに入らないようです。